令和元年11月3日大阪エキスポフラッシュフィールドにて 2019X リーグディビジョン3ウエスト愛知ゴールデンウィングス対クラブベアーズの一戦が行われます。試合開始15時50分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側になりますホワイトのユニフォームがクラブベアーズ、奥側からブラックのユニフォームが愛知ゴールデンウィングスです。クラブベアーズキックオフ、愛知ゴールデンウィングスリターンで試合が始まります。ポイント差結果白のユニフォームクラブベアーズキックオフ、インターセプト。クォーターバック8番ファーストプレーがパス、しかしそのパスをベアーズ1番がインターセプト、そのまま1番エンドゾーンに飛び込みタッチダウン、クラブベアーズ6点獲得。ワイドレシーバー82番ヒッチパスをキャッチアンドラン、約8ヤードゲイン。このバントシャンク、陣地挽回は図れず、ベアーズ陣30ヤード付近で攻守交代です。パス成功、ファーストダウン。愛知タッチダウン。ランニングバック35番オプションピッチを受け右オープン展開、タッチエンドゾーン飛び込みタッチダウン。愛知ゴールデンウィングス6点獲得。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー7番にパスを通しファーストダウン獲得です。ここでボールをファンブル、このボールを取ったのがどちらになるか。確保したのはベアーズ、したがって攻守交代、ターンオーバー。パス成功、クォーターバック8番ワイドレシーバー89番にパスを成功させました。ここでスペシャルプレー、パンター82番キープラン、ギャンブル成功、ファーストダウン。クォーターバック8番ダイブフェイクで自らキープ、パス不成功。クォーターバック8番89番へのパスを試みましたが、これも愛知5番がパスカット。愛知ファーストダウン。愛知ファーストダウン。パス成功、クォーターバック8番ワイドレシーバー7番のロングパス、これを7番キャッチし大きく前進、ファーストダウン。愛知セカンドダウン2ゴール、残り9ヤード。パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー12番にめがけてエンドゾーンへのパス、12番これをキャッチしエンドゾーンで着地、タッチダウン成立で愛知6点獲得。中
中央のプレー、キャリア41番ファーストダウン獲得です。ファーストダウン、ランディバック22番フレアパスをキャッチアンドラン試みましたが、これを愛知は読んでおり大きくロス。愛知ファーストダウン、ベアーズナイスです。ランニング27番トスオーケー、左オープン狙いましたが、これはベアーズがジャストし1ヤードロス。これは愛知リターン、リターナー17番ハーフウェイ付近でボールデッド。ここから愛知の攻撃です。パス成功、ファーストダウン、パス成功、ファーストダウン、パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー1番へのパス、1番これをエンドゾーンでキャッチし、タッチダウン。愛知6点獲得です。パス成功、ナイスゲイン、ファーストダウン、タッチダウン。クォーターバック8番右サイドライン際へのロングパス、ターゲット82番これを82番エンドゾーンでキャッチ、タッチダウン。クラブベアーズ6点獲得。愛知ファーストダウン、ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア35番ランニバック27番ハンドオフを受け、左オフタックルを駆け上がり約6ヤードゲイン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー17番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。キッカー10番キック成功、3点追加。愛知ゴールデンウィングス23点、クラブベアーズ13点。本日の第3試合、本日はありがとうございました。必ず勝って終わりたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。